聖書を拝読いたします。コリント人への手紙第1、12章、1節から11節。さて、兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中で、すべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には、御霊によって知恵の言葉が与えられ、ある人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。本日は、もらった理由と題しまして、藤波義孝牧師より、主のメッセージを賜ります。ある町に、町の人たちからとても慕われていた大工さんがいました。その大工さんは塗装家でもありました。新築の家を建て終わりまして、いつも自分の手で、ペンキを塗って仕上げました。ペンキ一滴も落とさずに立派に家を仕上げる大工さんでした。ある時大工さんは自らの家を建てました。そしてある日、名案を思いついたのです。新築の家の前で建っていると近くの小学生たちが家の前を通って帰る途中でした。僕たち、こんにちは。町の大好きな大工さんから声をかけられて、子供たちは喜んで、どうしたの、大工さん？と尋ねました。あのね、この家にペンキを塗りたいかね？大工さんは尋ねました。え、どういうことですか？あ、じゃあこうしよう。君たち一人一人にペンキとバケツをあげるから、私が建てたこの家にペンキを塗ってごらん。本当に？本当だよ。こう。子供たちは大喜びです。大工さんはトラックからもたくさんのブラシと、そして色とりどりのペンキの缶を出してきて、そして子供たちめいめいのバケツに塗料を入れました。で、子供たちはそれぞれバケツを持ってガラージのドアをペンキで塗り始めました。他の子供たちも家に帰る途中、それを見まして、僕たちもやらせて。彼らも一緒にペンキを塗り始めました。彼らの背丈は1メートル20センチぐらいです。その1メートル20センチぐらいまで
の壁を塗り終えました。さて、近所の人たちが夕食の後にその家に行って見に来たわけです。で、一人の方が一体どうしたことだと。もう一人が言いました。ちょっとこれは正直に意見を言わせてもらうが、あなたの家はね、竜巻に襲われたようだよ。一体何を考えているんかね。深いな話ですけれども、とても考えさせられます。数年前にある人が、クリスチャンの指導者たちのために、とてもカジュアルで、なおかつ、プログラムのないリトリートを計画しました。週末に開かれたそのリトリートで、参加者全員が自由に自分たちのアイデア、また自分たちが抱えている問題等を交換し合いました。リトリートが進むにつれて、参加した誰もが、とても有益で中身のあるリトリートだと喜んだのでした。リトリートに出席していたある人が、ぜひこのようなリトリートを定期的に開いたらどうかと提案しました。そうしますと、このリトリートを計画した人がそれを聞いてすぐに応答しました。いえいえ、これは一回限りのイベントとして意図的に計画したものです。どうしてなんだ？その人はこのように答えました。もしこのような会合がまた開かれると思ったら、あなた方は知恵や権力を得るために自分自身を主張し始めるでしょう。このリトリートを計画した人の賢い応答に注意してください。牧師や教会の指導的立場にある人々は、一般信徒よりも霊的であって、知恵やまた権力をめぐって互いに競争することは決してないだろうと私たちは考えるかもしれません。しかし、指導陣のサークルと関わっている人は、霊的な人とみなされている人々が、知恵やまた権力をめぐって互いに競争することをよく知っています。これは私たちの堕落した性質の一部であり、福音書に登場する律法学者やまたパリサイ人によって裏付けされた精神なのです。さらに悪いことは、このことが福音書に登場する十二弟子たちの精神にも立証されているのです。コリントのクリスチャンたちも例外ではありませんでした。彼らは自分たちに授かった霊的な賜物を基準にして他人を裁き、自分自身のための知恵や地位やまた権力を求めていました。コリント人への手紙の遺書を読みますと、教会内に分裂が起こっていたことがわかります。本日のこの十二章に書かれていることを考えますと、霊的賜物が分裂の原因だったとは信じがたいでしょう。しかし、現にそれが原因で、この教会に分裂が起きていました。私はこの先生につく。いや、私はこの先生に。いや、私はあの先生に。教会のメンバーたちが優れた賜物を持つ指導者たちによって分裂していたんです。おそらくその教会で最も高く評価されている賜物を持っていると思われる指導者に最も多くの教会員が付き従っていたわけです。で、そのためにパウロはこの手紙を書いて、霊的な賜物と真の霊性との関係を明らかにしました。コリントの町にあった教会は、霊的賜物にかけては大変恵まれた教会でした。先週の箇所に書かれていましたけれども、パウロは彼らは賜物にかけていないと断言していました。しかし、コリントの生徒たちは、
真の霊性からほど遠い存在でした。霊的に未熟な人たちだったのです。パウロは彼らがとても世俗的、肉的であり、教えられやすい謙虚な心の持ち主ではありませんでした。プライドが邪魔をしていたのです。教えられたくない、学ぶ必要を感じていなかったわけです。で、この態度というのは、どの組織にも当てはまりますけれども、指導する立場にある人に多いんです。霊的な賜物に恵まれているということは、真の霊性の人とは限らないということをしっかりと私たちはわきまえておかなければいけません。パウロは、霊的賜物とキリスト者の霊性との関係に関する多くの誤解をこの12章で教えています。12章から15章、正確に言えばそこで正しているわけです。ここで教えていることは、パウロの時代だけではなくて、現在に生きる私たち自身にも必要なことなんです。すべての教会、全世界にあるすべての教会、また、教派、いろいろな教派があります。また、団体、いろいろな団体がありますけれども、すべてのそういう組織、霊的賜物と霊性に関して、それぞれ独自の霊的なりすましというものがあります。私たち一人一人は、パウロがこのことについて何を教えているかをしっかりと聞く必要があります。私たちがすでに信じていることを確認するのではなくて、私たちが気づいていないこと、私たちが知らなかったこと、または知って知らぬふりをしてきた可能性のあるところを強制されるために、心を開いて、本日の御言葉から教えていただきたい。そのように願います。まず、霊的賜物について触れます。霊的賜物とは何でしょうか？霊的賜物というのは、神からもらった才能です。霊的賜物というのは、神からもらった才能です。生まれ持った才能ではありません。霊的賜物というのは、主イエスキリストを信じて神聖したすべての人に、主イエスキリストを信じて新しく生まれ変わったすべての人に聖霊によって授けられた超自然的な能力のことです。救いに預かった私たちは、キリストの体である教会、エクレシアに属するものとなったことを先週の箇所で学びましたけれども、この教会の一員として、エクレシアの一員として、聖霊が私たちには割り当てられた働き、割り当てられたその機能を霊的賜物によって実行できるようにしてくださいました。霊的賜物というのは生まれ持った能力ではありません。父なる神と御子なる主イエスから聖霊を通してもらったものです。霊的賜物は私たちの力ではできないことを可能にする能力です。ですから、私たちの弱さの中で、自分は無力だと本当に感じて、その中で神に信頼するときに、私たちに与えられた賜物が発揮するんです。極度の苦しみの中で、例えば、パウロにしても、ペテロにしても、非常な迫害の中で、非常な体の弱さの中で、彼らに与えられた賜物が発揮したんです。
霊的賜物には様々な種類があります。12章の8節から10節でその一部が紹介されています。8節に。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。ここで知恵の言葉、知識の言葉、信仰という賜物があります。この信仰の賜物というのは、超自然的な山を動かす信仰です。癒しの賜物、様々な病気を癒す能力です。奇跡を行う能力。予言の賜物、神の言葉を解き明かして伝える能力です。霊を見分ける能力。神からのものであるのか、悪霊のからのものであるかをはっきりと識別する能力。異言、話す本人には理解できない霊的な言葉。そして異言を解き明かす能力。その異言を話す人の言葉を通訳する能力。これ以外にもう数え切れないほどの様々な霊的賜物があります。神の御心のままに主イエスキリストを信じて新しく生まれ変わった皆さん各自に与えられているんです。11節に、しかし同一の御霊、すなわち聖霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。書かれてある通りです。さて、私たちが神からいただいた霊的賜物について、その目的について、本日の御言葉から3つの要点に触れます。一つは、霊的賜物とは、神の恵みに預かっていることの印です。霊的賜物は神の恵みに預かっていることの印です。一節に、御霊の賜物と訳されていますけれども、原文では実は霊的、その言葉だけなんです。霊的、御霊とか賜物とは書かれていないんです。ですから、霊的な人々とも、霊的賜物とも訳すことができるんです。でも、この12章の内容全体から、御霊の賜物、霊的賜物と訳されています。一節で賜物という言葉が使われていないのですけれども、四節でパウロははっきりと賜物、カリスマ、という言葉を書いています。この言語、カリスマの由来語は、恵み、カリスなんです。恵み。先週も学びましたが、恵みというのは受けるに値しないものへの神のご行為のことです。霊的賜物は私たちに対する神の恵みの印なんです。私たちが特別な業績を成したから、その暁としてもらったものではありません。私たちの信仰が強いからとか、何か優れているからとか、熱心に奉仕したからもらったものではないんです。神の一方的なご厚意で、御心のままにいただいた賜物なんです。二つ目、霊的賜物は
各キリスト者に授けられた能力です。霊的賜物は各キリスト者に授けられた能力です。七節。ここで、おのおのの御霊の現れが与えられている。書かれてありますけれども、このおのおのというのは各キリスト者という意味です。私たち一人一人です。イエス・キリストを救い主として信じたお一人お一人。特定の人たちだけに与えられたものではありません。おのおの。あなたが主イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった人であれば、聖霊の賜物が与えられています。除外される人は誰一人いません。霊的賜物は私たちの霊性、優れた人格ともずば抜けた優れた能力を表すものではなくて、聖霊が私たちのうちに現実に宿っていることの証なのです。聖霊は私たちのうちでおられる。このお方を通して私たち一人一人に賜物が与えられています。それは神の恵みの印です。三つ目に、霊的賜物はキリストの体、すなわち教会、エクレシア、この共同体の徳を高めるために各キリスト者に与えられています。七節に、皆の益となるためにという言葉が書かれています。各キリスト者に与えられた霊的賜物は、みんなの益になるためのものです。神が私たちに託された働きを実行するために与えられた霊的能力です。私たちの名誉のためではありません。この点で、コリントのキリスト者たちは的を外していました。八節からこの十節に特殊な賜物がリストされています。これらの賜物を彼らは自慢していたわけです。彼らの特別な賜物に対するプライドが教会内部に分裂をもたらしました。ギリシャの中心都市、学問の都市として知られていたコリント、そのコリントの人たちにとって、知恵と知識は誇りの対象でした。しかしパウロは彼らに、知恵と知識の賜物は、神からの恵みの賜物であり、誇るためのものではないということを教えたのでした。霊的賜物は私たちの名誉のためではありません。神の栄光のためです。私たち自身の成長のために使うものではありません。私たち自身の徳を高めるためのものではありません。キリストの体なる教会、すなわちエクレシア、共同体を立て上げるための賜物です。自分の利益のためにある種の賜物を追い求める人がもしいるならば、それは的を外しています。人々の必要のために使用するときに、その能力は発揮されます。霊的賜物は神の恵みに預かっていることの印であるということ、また私たち各キリスト者に授けられているということ、そしてその目的は教会、エクレシア、このキリストの共同体を高めるために与えられているということです。ですから、霊的賜物はキリストの体の霊性を整えます。高めます。強めます。私たちが聖霊に心を納めていただき、聖霊に満たされて歩むならば、互いに使えることができるようになります。すると聖霊が私たちがいただいた御霊を発揮させてくださるんです。
必要を知らされたときに、私がさせていただきます。私が行きます。私がお手伝いします。そういう思いに駆られるんです。聖霊に心をご支配していただけなければ、私は何もできないものです。と自覚している人は、自分の力に頼りませんから、聖霊の助けを求めます。そうしますと、その人に与えられた賜物が発揮されていくんです。そして、共同体なるエクレシア、キリストの教会が健康な状態になるための助けとして用いられるんです。そうなりますと、この共同体の中で隣人愛を大切にする環境が生まれて、隣人愛に満ちた共同体に成長していくんです。ある家族が非常な試練に遭いました。深い悲しみと嘆きで途方に暮れていたときに、教会のメンバーたちが家族の必要に応えました。あるメンバーは、その人の家に行って掃除をしました。あるメンバーが食事を整えてくれました。あるメンバーが家の修繕をしました。あるメンバーが入院中の人を慰問しました。あるメンバーがその人の家の草刈りをしました。その家族は、プロの修理屋に電話して修繕してもらうことができたはずです。プロの草刈り屋に連絡して庭の草刈りを依頼することができました。医者や看護師に頼ることもできました。しかし、霊的に満ち溢れた生徒たちが聖霊からもらった様々な賜物を生かしてその家族に仕えると何かが素晴らしく変化するんです。霊的な実を結ばせるんです。超自然的な励まし、超自然的な慰めに家族が中身のある素晴らしい祝福に満ち溢れるのです。家族の中で救われていない人が生徒たちの無言の振る舞いにキリストの愛に触れてキリストを信じるようになるとか、リストは果てしなく続きます。霊的な働きは通常の人の働きのように見えますけれども、その働きの結果は霊的です。Very spiritual. 優れた人格、優れた品性につながるんです。神の皆が褒め、称えられるんです。デルタ株の急激な感染拡大が懸念されている中で、社会的距離が強いられていますけれども、聖霊はデルタ株に負けるお方ではありません。私たちのうちに宿ってくださる聖霊は、この世の悪霊どもよりも強いお方です。私たち一人一人をこのようなデルタ化の中で用いようとされておられるんです。教会の徳を高めるために何かできます。人々の祝福のために何かできます。
毎週の礼拝のために、朝早くから、また、日々の教会の働きのために多くの生徒たちが仕えておられます。その姿は美しいものです。必要を見たらすぐにそれに応答する。喜んで仕えておられる。神の栄光のためです。回収の祝福のためです。主イエスキリストを信じて新しく生まれ変わった皆さんお一人お一人、聖霊が宿っておられるということをしっかり知ってください。神の言葉が証言しているんです。あなたのうちには聖霊が宿っておられるんです。その方はいつまでもあなたと共におられて、決してあなたを離れません。そのように主イエスが仰せられました。そしてあなたがこのお方からもらった恵みの賜物を使うのです。年には関係ありません。体が健康かそうでないかも関係ありません。最前も申しましたが、私たちが弱い時こそ、聖霊の賜物が最大限に用いられるんです。聖霊の力によって超自然的な能力を用いることができるんです。ある方は、いやもう本当に教会のために使いたいのですけれども、今私がいる状況で、本当にお手伝いできないので残念です。そのように思っておられる方々おられると思います。しかしそのお心があれば、あなたの知らない特別な方法で主があなたを用いてくださいます。誰かの魂を引き上げ、誰かの魂を励まして、誰かの魂を慰めること、そのために用いられます。超自然的な能力を聖霊によって用いることができるんです。主イエスは弟子たちにこう言われましたね。私にとどまっていなさい。私を離れてではあなた方は何もできないのですと仰せられました。私たちを通して超自然的な働きをしてくださる聖霊の助けなしでは私たちは何もすることができません。自分の力で何かをしても自分の力のカスが残るだけで神の栄光を表す結果は残らないのです。人は神の霊、すなわち聖霊が福音を聞いた人に働かれない限り、イエス・キリストが主であると告白することはできません。三節に聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと書かれてある通りです。イエスは主であると告白される皆さんのうちに確かに聖霊が宿っておられるのです。私たちキリスト者一人一人は神から任された責務を持っています。霊的賜物を用いてその責務を全うするのです。近所の人たちから、大工さん、どうしたんですか？あなたの家は竜巻に襲われたように見えるではありませんか？一体何を考えているのかね？大工さんはこう答えました。もちろん自分で塗料を塗ることができました。
今までこの町の人たちに喜びを届けるために家を建てて転移としてきました。それが大工としての私の目的なんだ。でもこの家は今まで建てたどの家よりも一番美しいと思う。それは子供たちがそれぞれもらった色とりどりの塗料で転移としてくれたからだ。そして自分たちが転移としたこの家に友達たちを連れてきて、これはあの大工さんが建てた家なんだ。でも僕たちの家でもあるんだ。誇らしげに喜んでいるではありませんか。父なる神は大工さんです。万物の大工さんです。万物の塗装家です。御子なるイエスを信じた私たち一人一人に聖霊を送ってくださいました。私たち一人一人に塗料とブラシをタダで分けてくださいました。そしてさあ、作業に取り掛かりなさい。この世の人々の祝福のために、美しい家にペイントしなさい。パンデミックの状況下でも、何かできるはずです。